皆さんこんにちは、ゆうきチャンネルです。さあ本日もこちらの動画をご覧いただきましてありがとうございます。それでは早速駒の配置をお伝えしてまいります。玉型2一金、3一玉、そして4一角となっております。3二飛車4二金ということで5枚の駒ですね。攻め方1一飛車、1三金、1四角、そして3三銀、そして持ち駒に金が1枚ございます。ではこの5枚の駒を使って今回はこの3一玉を詰ませていただくという形にこうなっておりますね。それでは1分間お考えください。では解説の方をさせていただきます。ここまで皆様ご視聴ありがとうございます。はい、これあれですね、3二角成ですね。3二角成で飛車取りまして、でこれは同玉じゃないな、同金寄せ、2一飛車成、同玉、1二金ですね。1二金同玉、1三金打ち同じく玉、1一飛車打ちで、これ相手にですね、ちょっと持ち駒が来る形で1二歩と塞いでしまって、2四金打ちまでのこの11手詰めという形にこうなるかと思います。では、ちょっとね、あまりにもちょっと早かったので、もう一度やっていきたいと思います。まあ、相手にね、今回持ち駒がね、発生するというところでね、ちょっとあまりこう見たことないね、形かもしれませんけども、まあ、大体の詰め将棋というのはこうね、持ち駒が発生するというね、相手はね、ここに出てない駒だったらね、すべて持ち駒という形にこうなるかと思いますのでね、まあ、あらかじめ歩を置いておきますね。はい、では、このような状態から始まります。まあ、今回のポイントは、この金をね、どこのタイミングで打つかっていうことなんですけども、この金は最後まで取っておくっていうのがね、一番のいい手なんじゃないかなと思います。で、まあ、こう飛車取りますね。3二角成で、これ同玉で、まあ、取ったと。同玉でね、同金寄せですね。同金寄せで取りまして、で、2一飛車成ということで、こう来ますね。で、これはもうこっちに出ることはできないんで、これ同玉で取りますと。で、これもね、進む形で1、2、金とこう進みまして、同玉とこっちに誘い込んでいきますね。で、これ引いたとしても金がいますから、これも同玉しかなくて、で、1、1、飛車打ち、なんでここで飛車が打つのかってことなんですけども、こっちにね、逃げるとしても、こっち金で打たれてしまって、まあ、これ結果的に詰みになってしまうわけですね。なので、相手玉はここでね、駒をこう出していくしかないんですね。駒を出してね、こう防いでいくしかないんですけど、これ何出したとしても一緒なんですね。今ここにある金だかね、角とかでね、ここを防いだとしても、まあ最終的にこの2四金打ちというのがこれね、形がこうできますので、ここに何の駒を置いたとしても特に意味はございません。なので最終的にこの1一飛車打ちというのが、これがね、見つけ出すことができれば今回の詰め将棋はこれ成立するわけですね。はい、ということでね、今回の詰め将棋いかがだったでしょうか。今回のね、一番のポイントは金のね、持ち駒をね、最後まで取っておくこと。そして最終的にこの1一飛車打ちというのをね、この手をですね、見つけ出すことができれば実は正解ということになっておりました。で、お気づきの方いらっしゃるかもしれませんけども、駒の配置に最初1一飛車というのがありましたよね。ただ、その1一飛車というのが実はここに戻ってくるような形にこうなってきたというわけなんですね。はい、というわけで今回の動画も皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは次回の詰め将棋もお楽しみください。それでは失礼いたします。